はい、ジョーです。馬は法律上軽車両、今回もよろしくお願いします。今回はボールパイソンのパープルパッション、別名をファントムモハベという品種についてご紹介していこうかと思います。ではどうぞ。ではパープルパッションのご説明していきたいと思います。もう見てもらったら分かるように、もう明らかにノーマルとか今まで紹介してきたボールパイソンと違った色合いをしております。これがモハベとファントムを掛け合わせたパープルパッションですね。この子は女の子です。一応購入したモルフ名で言うとポッシブルでイエローベリーが入ってます。パープルパッションポッシブルイエローベリーと、イエローベリーが入ってるかもよって感じだとは思うんですけど、個人的にはイエローベリーマジでいらんと思ってます。パープルパッションポッシブルイエローベリーで購入しましたが、イエローベリーが入ってないことをめちゃくちゃ望んでいる個体にはなります。まあ人気どころのパープルパッションですし、いた時が買い時かなと思って購入しました。パープルパッション本当に人気ですしね、本当に欲しい人は見つけた時が買い時だと思います。ミスティックポーションは探せばまだまだ見つかります。ただパープルパッションは探してもなかなか見つからない事態が今起きてるんじゃないかなと思うんで、本当に見つけたらもう買い時と思っていいと思います。ファントムの回でもお話ししたように、ファントム系のモルフ自体が最近すごいね流通減ったかなと思うんで、パープルパッションも同じように来た時は買い時だと思います。でこの背骨に沿ってストライプが綺麗に入るとフルストライプっていう風に言われるんですけども、僕はフルストライプじゃなくてもっとこれを乱していきたいので、ここにレオパードを入れたいなっていう風に考えてます。まあどうなるかわかんないんですけどね。まあその中でスーパーファントムレオパードとか、いわゆるパープルパッションにレオパード入れて、レオパードパープルパッション作ってみようかなと思っています。まあ余談ではあるんですけれども、この子のめっちゃポップアイ気味なので もしかしたらスーパータイカーでできたパープルパッションなのかもしれないです。なんか噂で聞いたことあるんですけど、ブルーアイ粒子いわゆるスーパータイ同士でかけるとポップアイが出やすいですよっていう話にそれを聞いたことがあるんで、まあ、見た時、あ、もしかしたらこれはスーパーファントムをかけるスーパーモハベから出てきた個体かなっていう風にちょっと思っちゃいました。これが遺伝するかどうかなんてやってみないとわからないですし、まあ、おそらく遺伝しないとは思うんで、まあ、ブリードに使えたら関係ねえやっていうことで僕は購入しました。嫌な人だとことん嫌やと思うんで、そういうところをね、見ながらパープルパッション、ミスティックポーション、スーパーモハベを購入されることをお勧めします。あとはブルーアイ粒子もそうかな。その辺ね、しっかり見極めてもらったらいいと思います。まあね、先ほどからずっと映像見てもらってると思うんですけども、むちゃくちゃ動くじゃないですか。これ人慣れ全然してません。はい、ということで今回はパープルパッションをご紹介いたしました。まあ見つけた時が買う時っていうのはモルフです。ということで今回の動画はこれで終わります。ぜひチャンネル登録や低評価、高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた。